花代を雪ぐらい野菜とかそういう大きなプランターを作る感じです。バラから入ってバラで出る、ここをちょっと一つのポイントにしたいと思ってるんで。まず最初に植物関係のやつを一切こうやっていこうかなと。であとはこのバッコン、これ移植する、これで邪魔されて硬い枝になっちゃって、ヒメシャラをシンボルツリーとしてもっと大きく空間の中で一番強調したい植物一本でもいいから、そこにちょっと思いを込める。芝生を全部剥ぎ取っちゃいます。一応ですね、植物関係の、撤去、あと移植関係の、あと剪定、ほとんど終わりました。ここからいろいろと工作を進めていきたいと思っております。既存のこう今まで使われたこれを同じように使うんですけど、まあ、直線でやるか R でやるかっていう、それちょっと変化をつけて、で高低差もつけなきゃいけないんで、ちょっと花台を 2基ぐらいポンポンと置けば、まあ、ちょっとそれはバランス的に今フェンスの基礎も入りますし、入った状態でどの辺かなっていうのはちょっと今レンガでちょっとあるやつでポンって作ってアクセントで入れたいと思います。どうぞ。そういうところはつなげていくのも、でこれは角度を変えられるんで、全然こうやって角度変えられる素材だから結構面白い、自由になると思います。
でこっちはもうあとこちらの方の花壇、これはあの L 型の一応高さ的に40センチぐらい、なのこのぐらいの高さです。今鉢に入ってる、まあ、野菜とかそういうのをちょっと自由、まあ、自由で次の大きなプランターを作る感じですね。草花でもいいですし、再現的に今トマトとかいろいろ植えられてるぐらいの考えてます。やっぱり座ってないで行くよりは、まあある程度中央で作業できるっていうのと、まあちょっとフラットでずっと置いちゃうメリハリがないんで、高低差をつけて、変化植物の高低差をつけて飾り付けにするのにもちょっとそれは有効的なんで、ブロックで最終的には解消しちゃいます。はい。一応2段とあと天板をちょっと化粧するんで、もうその天板によってあと10銭ぐらい上げることができる。こういった花台が使ってきたんで、こうやって繋いでいきます。これがちょっとお客様が購入したアーチ、まあ一応裏口の方もバラで、こちらの方もバラから入ってバラで出るみたいな、一応ここに設置しています。そうですね、ご主人の方でバラを植えたいという意向があります。はい。それで、パワーグラの方も柱をつけちゃいます。パワーグラ全部天然木です。まあ梁がここまで来てこの辺ぐらいまでちょうど送る予定です。結構ドカンと目立つように。
一応あの出演が向こうあったんですけど、向こうからこっちに持ってきました。そうです、あの鉄筋入れて一応こういうガッチリこうちょっと一つのポイントにしたいと思ってるんで、はい、you